はい、続いてはですね、こちらの建物、こちらには食堂であるピアノや、まあ、スタッフの控室があったりするので、そちらを見ていきたいと思います。あの、トレーニング室って書いてあるけど、あ、ミーティングルーム、そう、ここはジムができる前のトレーニングルームだった。そうです、そうなの。あ、逆に言いましたね。このミーティングルームも結構いいっすよね。しっかりあんまない、わかんない、ちゃんと、いや、ないんだよ。結構シアターブシアターブっていうか、もうシアヨーロッパみたいな、ヨーロッパのクラブの立派な、ユニークのインサイドです。ど真ん中ですね。僕の一個字はここです。ちゃんと話聞きますよね、アピール。大谷さん、武藤さん、三原さん、大体席決まっている。ここが真央だったり、マサとか太陽に、この辺に。俺の後ろ、トモヤが多いから。ここトモヤ。だって、大体決まってます。ここで映像が見れたりするわけですね。どっち ?iPad で。iPad 使いこなして。MacBook。iPad の監督は。監督 iPad。そうなの。iPad。そんな感じです。はい。はい、ありがとうございます。はい、では1階を一周してまた戻ってきます。ここに2階の、まあ、食堂です。ピアノのここでいただいてます。毎日昼食ランチを練習はで夕食も取れるって、はい、あの希望すれば若手は基本平日夕食、はい、ではこちらの階段から。まあただその四季折々を感じられるこのそう前も見ていただいたかもしれないですけど、桜が綺麗なんですよ、はい、ちょっと僕も乗ったエンブレムがあって、じゃあピアノの入り口です。はい、それではピアノに入ってもいいと思います。行きましょう。こんにちは。いるかな。今の営業終了中なんだ。特に何かあるってわけじゃないですか。まあこういうふうにまず席の配置だったり向きはこんな感じで、そうですね、みんなが同じ方向向いてターゲットなるべく感染対策をして。コロナの前どんな感じなんですか。は丸卓で丸い卓は丸しかこう4人で4人で囲んでみたかな。4人か3人の、あ、一番最初2人が入った時はうわ確かにそんな感じだ。時計なんもなかったからこういう作りでなかったという記憶。入って2ヶ月ぐらいですぐこんな感じで3年、2、3年ぐらいみんな同じ方向を向いて無言で食べる。同じ方向を向けてるのはいいことです。ああ、同じ方向を向いてでは何もないところでありますか。4人はこれ手洗わないワンプッシュ消毒するなり消毒してね。ここに本当はここが置いたらそれを取ってまあご飯と味噌汁を頼む。コンサラに分けてあるんで、まあ、好きなものを一つ取って。これで大体、牛乳と野菜ジュース、お水が置いてあります。あとはまあ結構人によってはいろんな注文をする人もいて、ここで何々お願いします、ご飯大盛りでとか、はい、ペペロンチーノでとか、そばくださいとか、ここにないのを、まあ、言う人もいますけど、うどん、そば、パスタ、そういうのはもう心より対応してくださって、はい、ありがたいです。まあ、その人それぞれに合った食事を提供してくださって、そのおかげでこの体がね、作られてます。ああ、そうですね。トレーニングと栄養によって、やっぱ疲れた体にいい栄養を。取ってしっかり回復するっていうのはこの丸太のような腕前基本ですから。それでも分かると思います。以上ピアノでした。はい、じゃあ施設見学最後は我らのクラブハウスに行ってまいりたいと思います。このエンブレムがゼガレガド、これでもこれすごいですよね。エンブレムあったりこの扉にもそうスタジアムが、これも何年か前にペイントされたそうです。はい。まあ、ちょっと今多少片付けで物が残ってますけど、もうちょい手前の
広いスペースがあります。はい、じゃあ行きますか。スパイクなんですね。ちょっと今もう殺されてますけど、綺麗にしてるんですね。こういう感じになってるんです、全員各自の番号のところにかけて練習の一個から取って、で練習の一個から取って、ありがとうございます。で、まあ自分の靴はこっちの左手が右手の範囲、ここ半分より上なんで、1、2、3、4、5、8。届きますよ、一番上。いや、僕はいつもこれなんか台とか持ってる。まあ、このくらいだったらギリと思う。一番上はなんか。しかも僕のじゃないです。なんか前の人が多いから。これ誰も使ってねえな。あります。多分お宝眠ってます、ね。誰かの。まあ、誰の靴なんだろう。クリさんのじゃなさそうだから、誰かが適当にオフとかにしまったのかさ。整理されてる人はしてないのだと思って、あんまり。あんまりモザイク。あんまり触れずに。はい。どっか。で、ここにランドリールームがあって、まあ、脱いだものを、ジャジャってパンパン。手練し分けて、こう、入れていくと、奥、スタッフの方が選択してくれる。大変ありがたいことになってます。まあ、これは、はい、お風呂ですね。各選手にまたこれも番号振ってあって、それぞれこういう感じでこう飲んだ、はい、これ持ってお風呂入ってしまう。じゃあここ行っちゃう、行っちゃいますか。本当は1箇所、あ、2箇所か。ああ、そう、最初はここと今から行く下部屋だったんですけど、コロナ中にこうもう一個なんか、ね、倉庫をこちら改造して、今3部屋、4部屋使ってます。じゃあ奥から行きますか。おお、来た。ちょっとじゃあ大南に来たんで。大南のちょっとロッカーを。一緒に行こう、一緒に。なんか片付けたこととかありますか。なんかこの汚いのが気になるけどな。その上だけ映しよう。愛されてるの。愛されてるでしょ。若手部屋、一番上の若手部屋、年齢順で、こっちが C 橋まで、だからタクマから海人まで、ユウと海人まで、 C 橋とタクマは同い年だけど、誕生日の順で松本と大南はこっちにあぶれしまった。佐々木、増田、田中、大竹がこの部屋、一番遠いところに部屋に入ってされます。あ、なんだろう、まあまあまあ撮影しますよって言ったのもあってか。それマスカケちょっと乱れたんですね。キャラが出る。あえてじゃないですか、これは。あえてか。上まで収納できるんですね。ちょっとだから、色出ますね、これはね。座席やっぱもらってばっかり。すごいな、何黄色エグいっすね。黄色。スペシーグ。後ろには遠征用のキャリアもあったりします。これ全員分あるんで。荷物が多い人もいれば、少ない人もいる。そうっす。これを使ったり使わなかった。結構大きめのキャリアになります。たまーに、その、アウェーアウェーだから連泊みたいな時は、たまーに、そのとぐらいですか、ね、こういうの、今は使ってないけど、布団とか、マットレスとか、自前の。まあ、あと、こういうのは、あの、3階でちょっと休憩したりするときもあるんで、はい、そういう時に使ったりしてます。試合日に休憩部屋があるんで。いいですね。はい、このようにやってます。はい、この部屋は、今はちょっとね、ニコニレンタル中です、ユノキがいて、毎月地方選の部屋。誰が何持ってるとか。興味あるだろう。さらっと流す程度の。一応でも全部。プライバシーがある。プライバシーがある。やっぱここのね、若いクリさんのね。若いクリさん。若いクリさんか。タリさんの、タリさんは持ち寄りますね。常に。常にいる。監督も。若いし、今も常に若い。クリスさん、こちらにです。歴史を感じさせる数なんで。じゃあ、メインの大部屋、ここだけ広いと。三原さん、星名、今、エメちゃんいなくなっちゃって、エメちゃん、シーハシ、中村さん、すみません。三原さんのは、ゼリーとかも置いてあります。綺麗、うん、結構いい。アイテムを使って勝てるっていうのが
多いですかね。これはおのおの準備してるんですか？なんか前の人が残したりとかで、買ってたり。で、あの、武藤さんの突っ張り棒とかは、多分自分で持ってきて。ここは、武藤さんに、つまさん、や、そうです。あとはなんかこういう、あ、そう、たまにね、あの、サンプルガンスを、届きます。作って、選手に配られたりするの。ロッカーに置いてもらうんですけど。はい。今日はちょっと回収に、置いてあって、ね。いないっすね、俺が。あれ？大体こういうのいないんだよね、俺。サチロもいないっすね。いないっす。僕もまだまだ、ちょっと僕はね。まあ、そう、まだ。選ばれし得意に。で、まあ、洗面台が。北谷さん、ゆうじさん、すげえ物多い。森田さん、直樹さん、どっち、たくみ、サビオ、おたいさん。ちょっと谷さん見とく。見ていいのかな、これ。まあまあまあ。谷さんマジで綺麗ですよ、ね。あ、そう。それ多分、全然いつもこんな感じだった。練習着とかもすごい畳んである、いつも。練習着とかシフトとか。そういうイメージ。うん。シフト、やっぱり。そのままです。サビオは、若干、マスカケチックの匂いがします。マスカケチック。あ、結構このスーツとかをかけてる人が多いですね。サダさんのスーツ。のスーツ。うまい。ちゃんとアウェイとかしていくときに。そうそうそう。まあ家に持って帰るじゃないけど、ここにかけておいて、ね、終わったら、もういつでも着ていきますよ。状態作ってたまに忘れちゃうと誰かの借りたって、こういうのみんなかけてるから忘れちゃったって借りていくこともスーツだったりポロシャツだったり、まあ、ちょっと季節によっては変わるんで、その変わるタイミングで忘れちゃうってよくあると思うんです。この部屋はこういう感じでこの字になってますね。あとこれ、まあこのビニールはあのみんなここで髪乾かすんですけど、あの毛がねすごい飛ぶんで、とか水が水滴で、うん、抜け毛がもすごい、ね、抜け毛がすごい、このケンゴくんのロッカーに毛がすごい落ちちゃうっていうんで、このビニールシート、そうそう、切れ毛がいっちゃったりする、うん、多分ケンゴくんが勝手につけたと思うんですけど、いや俺これ手伝いましたよ、手伝った、ここに今年からここになったんですけど、ケンゴさんその瞬間すぐこれ、そういうね個別の対策がもう個別で、まあ、自分たちが使いやすいようにできるとかやってますね。内側はね、内側はね、乾かせしてないから、ね。まあそういうなんかいろんなね、理由からここがいい、この場所がいいとかは結構、それぞれあったりする。はい。角がいいとか。角がいいは多いですよね。年齢が確かに角、そうだね。角はベテランだね。マネージャーの宮本さんの回路ですね。これで、施設見学を終わりにしたいと思います。もし何かこれを見たいとか、ここ見えなかったっていうのがあれば、コメントの前で。改善したいと思いますので、ぜひ皆さんリアクションしてください。ちょっと最初のジムのところで時間取りすぎたので、最後の巻きみたいな感じで、まあ、どう編集されてるか分からないですけど、最初のジムのところでちょっと僕が熱量出しすぎたんで。いや、ありがとうございます。またジムの方も、要望があればまだまだ説明できるとか、紹介できるとか、いっぱいありますので、そちらの方もコメント欄でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。